はい、どうも、より大好きダンサー、B-Boy のマイトです。今回も楽しくよりしていきたいと思います。で、今回作る料理は中華で、そのメニューは酢豚です。で、今回いつも通り、全部食材を紹介していくっていうよりは、3つに分けたいと思います。すいません、今2でしたね。肉、野菜、そしてタレに分けて、紹介していきたいと思いますので、最初は肉を紹介します。サラダボール TV。 はい、今回使っていく肉は豚肉ですね。まあ酢豚というので、で普通の酢豚だったら多分ブロック肉とかは使うと思いますが、まあそうだと油を結構多めに使わないといけないので、こういう細切り肉での豚肉でも、酢豚の作り方を今回教えていきたいと思います。でその前に豚肉に下味をつけていきたいと思います。で下味としては酢口醤油を大体大さじ2分の1、お酒2分の、大さじ2分の1、あ、すいません。で、今回、使ってる豚肉は大体 250g です。すいません、最初から言えばよかった。最初の方言ってなかったので、今言いました。で、次は、すりおろし生姜をほんのちょっとで取っております。大体小さじ2分の1ぐらいですかね。で、最後に、まあ、胡椒。胡椒を振ります。で、これを手で混ぜて、混ぜ終わったら最後に小麦粉をちょっとまぶしてまた混ぜます。で混ぜたものを一旦横に置いときます。でその間に野菜を切っていきたいと思いますので、野菜を紹介します。せーの、ドン。はい、今回使っていく野菜は人参半分を使います。で玉ねぎもだいたい半分使います。で小松菜、だいたいこのまともにグループを2個ぐらいで、普通だったら多分今回のようだったらピーマン2個ぐらいで足りると思いますが、僕はピーマン好きなので4つぐらい使います。とエリンギです。ちょっと箱ぶっ壊れてるけどどうなってるのね。まあ早速、野菜を切っていきたいと思います。サラダボール TV。 はい、人参はいつも多分皮を剥いてますが、今回は結構強めに火を通すので、一旦水で洗ったものであれば多分そのまま使っていいと思います。でこれを半分に切ってちょっと細めに、切っていきたいと思います。細くはないですが太くもないと思いますので、だいたいこんぐらいですかね。だいたいこんぐらいの厚さに切ってください。移して次は小松菜を切りたいと思います。小松菜は蓋を取ってちょっと一回洗って、で洗ったものを僕は大体いつも4分の1ぐらいに分けて切っております。シンプルに本当にこれはパパッと切っていいと思います。で次にドン、玉ねぎは半分今回は使いますので半分に切って、で玉ねぎはここ切って、皮を剥いて、今回はみじん切りにするわけではないのでヘタの部分を取りましょう。これを取ったら、だいたいこれを4分の1ぐらいの大きさに分けて切ったら玉ねぎの切り終わりました。では次はエリンギを切っていきたいと思います。エリンギも先ほど通り枝を取って小さめのものだったらだいたい半分ぐらいに切って、ちょっと厚3分の1に切ってください。だいたい3分の1ぐらいで大丈夫だと思います。でこういうでかいものはちょっと僕は斜めに切って、結構これ切ってここをだいたい4分の1ぐらいに切って、でこっちもだいたい4分の1ぐらいで大丈夫ですかね。4分の1ぐらいに切ってください。で最後にはピーマンですね。でピーマンは、このヘタの部分の取り方としては、僕はだいたい親指を使ってここを押してだいたい取っております。これを全部にとりあえずやっていきましょう。はい、で大体ここを
枝の部分を取って先っぽを取ってこの部分をちょっと開けたら簡単に枝の部分が取れます。でこれ大体この白いところが苦いのでこの白いところを取ってくれば大体の苦味は取れます。でここも同じように切って枝の部分を取って白い部分は苦味なので取ってで一回きれいに枝とかを取ったものを水で洗います。一回洗ったものは平べったくまな板の上に置いてだいたい斜めに切れば結構きれいに切れますので僕はいつもこういうふうに切っております。これで全部野菜の切り準備はできたので次はタレを作っていきたいと思います。その前にタレの材料を紹介したいと思います。せーの、はい、今回のタレに酢豚のタレに使っていく材料です。で一つずつちょっと紹介していきたいと思います。まずは醤油、蜂蜜、お酢、酒、お水、ザラメ、これはこちらは、普通の砂糖でも大丈夫です。で最後にケチャップ、今回は、自分で、作ったケチャップを使います。でも全然市販のケチャップでも大丈夫です。でもしこの、ケチャップの作り方を知りたい人がいれば、コメント欄に教えてください。今度動画にします。では早速作っていきたいと思います。 Hey! Hey! It's サラダボール TV! ではまず水ボウルに入れてそれに醤油大さじここは 1.5 ぐらい今回は入れます。酢は大さじ3、蜂蜜を大さじ1/2、ザラメ大さじ1、酒大さじ1、そして最後にケチャップを大体大さじ、こちらも大さじ2ぐらいで、あ、いや、1.5 ぐらいでいいです。あ、いや、けど2にしときます。今回は2にしときます。でも、市販のケチャップだったら、1.5 の方がいいですが、まあ、自分の自家製のちょっとケチャップは割と酸っぱみがある方なので、多分2でも大丈夫だと思います。けど、市販の方は、1.5 ぐらいでがいいと思います。そして、これらを混ぜます。混ぜ終わったら酢豚の甘酢だれの出来上がりです、はい、これで多分肉の下味は終わったと思いますので、肉のちょっと最後の、下準備をしたいと思います。はい、で今回は肉も、ブロック肉ではないのでどうやって、簡単にブロック肉のような肉を、薄切りに肉でできるかというと普通に一つ取って丸めてこのように丸めたら普通にブロック肉のようになりますので、これをもう続けて丸めるっていう感じですね。本当に簡単です。でちょっとこういう細めのやつとかは、何個かを取って何個か取ってもう丸めていいので丸めておきます。これをただ永遠に続けていきますので、ちょっと早送りすると思います。はい、これで全部下準備はできたので酢豚を作っていきたいと思います。そのためにはコンロの方に、せーの、ドン、はい、コンロの方に来ました。でこれから酢豚を作っていきたいと思います。でまず最初にやることは、野菜の方を炒めていきたいと思います。で火をつけて
僕は今回油としてはラードを使いますけど、普通の全然サラダ油でも大丈夫です。だからラードの方が僕はいい味を出すと思いますので、野菜の炒める時だけは使います。で、フライパンが温まったらまずは玉ねぎから炒めていきたいと思います。まずは玉ねぎ、軽く玉ねぎに火を通したら、次は人参を足します。で、また人参にもある程度以上火が通ったら小松菜とエリンギもします。ある程度以上エリンギと小松菜にも火が通ったら、最後にピーマンを足します。いい感じに全体的に火通れたら、こういうザルのようにそれのようなものに一回タンク移します。余計な油を切るためにこういうザルのようなものに移してください。で、次は豚肉の方をやっていきたいと思います。では豚肉の方をやっていきたいと思います。で、今回は片栗粉を使いますね。揚げるためには。で、今回は薄切り肉を使っているため、そこまで油を本当に薄くぐらい引いていいと思いますので、それでも全然火が通ります。ので、じゃあ揚げていきたいと思います。じゃあ、片栗粉ちゃんと火通ってるか。あ、これ火通ってますね。火が通ってますので、揚げる色になってますので、揚げていきたいと思います。はい、いい感じに揚がったので、次はソースを作っていきたいと思います。はい、最後に甘酢だれを作っていきたいと思います。まあ、ちょっと油、僕はいつもちょっとだけ油をフライパンに引いてますので、それを普通に甘酢だれを入れて、こちらがちょっと沸騰するまで火を入れます。あ、で、僕あれ、タレ作りのところ、タレ作りのところから僕ちょっとだけ醤油をもう大さじ1とお酢をもう大さじ1ぐらいを足しました。なので多分分量的には醤油大さじ 2.5 ぐらいですかね、3ぐらいですかね。で、お酢が確か大さじ4、まあちょっと多分ここら辺に下の方に多分
詳しい多分分量が書いてありますのでそれをベースにしてください。で、大体沸騰してアルコールがある程度以上飛んだら水溶き片栗粉、ちょっと火を弱めて水溶き片栗粉を足します。ちょっとずつですね、こちらをまた混ぜます。とろみをつけますね。混ぜられますね。で、とろみがある程度以上ついたら最後に肉を投入します。そしてちょっと絡めます。ある程度以上肉を絡めたら最後に野菜を入れます。投入、野菜を入れて絡めてまた、これが絡み終われば、酢豚の出来上がりです。はい、出来はいいと思います。まあ、わかんないですけどまあ、とりあえず多分、薄切り肉とかを使えば揚げるのかとかも怖くないと思いますが、まあ、もし揚げるとかの方が怖かったあれば、普通の薄切り肉をさっきの先ほどのように丸めて普通に焼くだけ で絡めるのも十分いいと思います。なのでぜひ皆さん作ってみてください。それでは今日のネクストビデオ